ございます。本日はですね、15話以来2回目かな、千葉県印西市にあります絆の森印西店さんにお邪魔しております。前回、エンディングで言ったと思うんですけど、妖怪道中記シーズン2ね、第11話から17話までの収支を計算してみましたっていうか計算してもらいました。多分正確な数字はここに7951、本当よほどのことですよ。今回第18話なわけでしょ。18、19、20、2シーズンでこれをまくるにはどうすればいいのか、ノープランでございます。ノープランです。だからもう本当さ、もう負けも金額的にも半端じゃないわけじゃん、財布も。でもだからね、情報商材ビジネスを始めようかなと思って、てつくんの激アツメソッドっつって、飲みすぎでよくない？だってこの DVD 作ってさ、なんかタイムイズマネー、時は金なり、皆さん期待値積んでますか、シャキーンつって、俺が詰めてねえんだよ。その DVD のね、最後にこれを見た人は1週間以内に2人に売らないと、死にますとかいろいろごちゃになってるね井戸の中から俺が出てきますつってね、情報商材ビジネスはでも本当に始めた人いるからね、なんか元ライターさんでね。俺も本当に負けが込んで本当にやべえと思ったら、ひよった台を打ちますとか、荒くない台でなんか時間潰しますとかじゃなくて、情報商材ビジネス、てつくんの激アツメソッドをめっちゃ売る。2000円ぐらいカプセルの中とかに何が入ってるかわからないのを2000円で売って、開けたらバカになれって書いてある。で、負けを回収したお金で、サンドに金をぶち込むと。シーズン3あたりでちょっと本格的に制作に取り掛かる可能性もあります。しかも前回その銃でさ、絆とか全部オールだったじゃん。だからその辺も踏まえてね、ちゃんと俺は今日勝ちに行きますよ。はい、おはようございます。はい、始まりました妖怪道中記第18話、絆の森印西店さんです。現在の私、収支がマイナス8000枚ぐらいいっているので、その負けを取り返すべく、鉄が向かった先はってテロップバーン入れて、バーン入れたら、私は結局のところ、20スロの、ゴッド凱旋でございます。一発のチャンス全く同じだ一発のチャンスこれしかないだろ、だって万枚出るだろ、これしかないよ。はい、じゃあミリオンゴッド神々の凱旋のステマ番組と噂させる妖怪道中記第18話、打ちすぎだよね。でもね、俺思ったの、だから本当にまくるにはこれしかないよ。そうで、この番組さ、やっぱ趣旨がさ、ほぼ全突破なわけじゃん。したらやっぱ全突破してて、やっぱなんかあんのはゴッドよ。あれだからね、第11話から17話までで俺かサマイプラス1回だからね、やばいよ。ただね、ほら俺、なんだかんだでもさ、他で負けてるけど凱旋では明らかにプラスじゃん。でゴッドの確率も明らかに上振れてんのよ。でやっぱそれいずれね、しっぺ返してくるかなと思ったら、この間出演してきたニコナナチャンネルさんのさ、どっちの投資賞っていうイカれた番組で上がった。で、企画がさ、要はじゃんけんで勝った方が男気で全部投資負担するみたいな。で俺じゃんけんね、負けちゃったからさ、金も使えなかったわけだけど、自分の金じゃないところで8万負けたからね。ね、よかった、兄さんの金で、おかげで大変なことになりましたよ。なんかすごかったよ、なんかニコ生だからさ、コメント入るじゃない、ユキチをクシクシろっつってで俺もさ、自分の金じゃないからさ、番組の趣旨は勝つしなのにさ、俺なんかクシクシやるとかっつって、俺調子乗ってきて、なんかこの前回と同じようなこのデジャブ、嫌な予感しかないよ。いつぞや第13話だかあたりで言ったけどさ、朝嫌な予感がしてる日勝ちます。嫌な予感しかしてないってことは、
俺の方程式、哲くんの激アツメソッド、方程式、嫌な予感がしてるゴッド凱旋勝ちます。で、あの今日勝つことによってこの激アツメソッドの売り上げに貢献していくから。そう、でさっき並んでる最中に話してたじゃん、まあ、いくら冗談といえ2000円という設定は多分詐欺で訴えられると。500円にしようかなと思ってた。はい、じゃあ2枚目いきましょう。大丈夫、あの今月の遠征料金俺クレジットカードで払ったから、キャッシュアウトは後に後に。今日の朝かな、なんかツイッターとかでさ来たのよ、まあ、鉄さんの考える凱旋の E 台とか、あの低設定と高設定の挙動の違いは何ですかって聞かれたから、低設定出ない、高設定出るって2行で返したのね。確かにって言われた。だから鉄くんの激アツメソッド第2章、波をつかめ、波に乗れ。それ番組作ろうかな、激アツメソッドっつって。第1章オスイチカニ歩き打法っつって、おオスイチだっつって。でも俺ほんとさっきからずっと激アツメソッドのさ、なんだろう、売り文句、おこれだ、揃うと思います、揃うと思います、揃うと思います、はい、はい、揃うと思うそうです。行きましょう。これで1万8000円か。そうだよね、始まったばっかって1万8000円で始まったばっかだね。そう、3万円まではヘラヘラしてる番組。でも俺ね、トータル収支見ちゃったらやっぱ気にしちゃうよ。あのね、やっぱね、ヘラヘラしてる原因分かった、俺収支つけてないからね。だからまあその悪かった記憶をほら忘れてるじゃん。散々負けたのがね、ゴッド一発引いたら吹っ飛んじゃうからさ。前回もそれはオープニングトークでさ、俺前回勝ってるんですよ、あのしっかり負けてるっていう。そう、何でもやっぱ横強いかな。鉄くんの激アツメソッドパート3、あごめん、第3章鉄の横に座る。そうだね、相当勝率高いよ。やべえ、3万円目が入ったけどまだ開店して1時間経ってないよ。だもしかしたら内部的にぐる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 してるかもね。おーおーおー、すごいね、分かる分かる。おほほほ、マジか。あ、さすがに甘かったね、すごいね。本当に。動かず。あ、当たってるかもね。117ってなんだっけ？天気予報。おお。すごくね、初当たりの直前のトークが117が天気予報が。まあまあまあしょうがない、当たればいいっす。投資21,000円。はいはい、おうおう。まあもしね、奇跡的に当選ケーキが天国とかさ、だったらまあワンチャンあるけどね。はい、これどうすっぺかな、トイメン移動しようかな。早めの見切りだね。だそのほら数日ハマってるからさ、ベタ据え置きでもなんか天井近づいてるかもしれないじゃん。まあ、天井を前提に話してること自体おかしいんだけど、完全に落ちたと見たら移動しよう、うん、ラストないです、トイメンに移動します。うん、勝たなきゃ、勝たなければ。はい、じゃあ本日の2代目、ミリオンゴッド神々の凱旋朝一代ね。まあ天井の望みがね、1代目よりはまだある。だから激アツメソッド的に言うとやっぱとりあえず 80% をつかめ。まあでも前回来た時と全く同じ動きをしてるけれども、前回よりは移動早いからね。この迅速な、ね、見切り、かっこ2万2000円、2万3000円いきます。
まあ、この移動をケチと出しましょうよ。まあ打ってるとは思うよ。気づいてないだけで。あ、そうだね、新潟はなんか、まあ、結果論的にアリプさん4、おし、ルピオ、いや止まる、俺は止まる、止まります、止まって精神を集中してリップ5。さあ記録更新しましょうか。やってまいりました設定無関係タイムがやってまいりましたよ。でここで、リップ6で16万分の1ドン。待って、これリップ7いったらもうえらいことだよ。100万分の1これからね。リップ7、ほほほほほ、リップ7、リップ8、無理だ、記録更新しましたよ。落ち着こう。状態、状況を整理しよう。リップ7は AT が3発、G ストが4567で4発、満枚です。いやーもうこれ勝ち確だよ。おお、そりゃそうだよね、そりゃそうだよねそりゃそうだー。はい、行こう。なんか V って綺麗に3つあるとき出てくるよね。そして激圧メソッドが飛ぶように売れる。期待値を積む行為に真っ向から反対していく。リプレイは7連すればいいのです。あったまってきたね、台があったまってきてるよ。第4章台を温めるちょっと遅いな、来るの。お、熱いね。お、とりあえずこれで4ラウンドまでいきます。ドーン、すごい、3セットで1000枚入れた。さあ4セット終わって1323枚、こっからはGスト4発だけど、とりあえず全部刺すよ、全部刺す。おいそういうのあんだ。よし、まず1個目、丁寧にいこう、丁寧にいこう、丁寧に鏡を出していこう。ドン鏡、よし、ドン。4分の1、よし、まず1個当てるから、当てること、当てること大事。さあ、5セット目終わって順増半端ねー。倒したらすぐ刺す、はい、行こう。2個目、まずは丁寧に鏡を出す、ドン、ない、決めるよ、5分の1、いきます。あー、押した、2枚、うーん、1枚、決める、当てよう。あー、落ち着け、落ち着け、落ち着け、まだあと2個ある。さあ行こう、丁寧に行こう、丁寧に行こう、丁寧に行こう。7テーブルだけどな。お、七五三、しかもチャンス残したからね、決めよう。よし、7テーブルあるよ、7テーブルあるよ、2枚、あー、7いこう、うおー、7、ドン、あーまあまだね、当てましたから、惜しかったね。さあ集中しましょう、精神統一しましょう。さあこれが最後の一発、とんでもねえ事故を起こすよ、ここから行きましょう。もうここは荒々しく行こう。あ、ない、 V1 ない、来た、2枚、よっしゃ、
あーもったいねー、ラスト、本当のラスト、わー鏡ね、Vサインチャンスだとね。いやここまででした。まあでも実質も半分当てたからね、まあ休めたといえども、うん、お、いいね、ここから上がっちゃいましょうよ。お、なんかやかましいな。いけ、おいった、上がったね。あーやっぱ準備だね。お050 IP 電話だね。おおー、あったあった、これさ、まだ準備で粘ってれば天国だね。おっとと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 、おっ、もう一回、よし当たった、天国からか、やべえマジで今日勝つじゃこれで145ゲーム、あざーす。さあこれ黄色にしましょう、せーの、ドーン、トライ軽い、 AT が軽いよ。はい、334枚、334、頼む、あーないでござった。まあでも普通に当たる前例作っちゃったからな、うん、やめる理由はないよね。またリプさんしました。まあまさか、まあもう用はないよね。全神経を研ぎ澄ましリプ後にトライ、ああまあねはい、行きましょう、当てましょう、鏡ない、デイ、ワンツー、よっしゃ、簡単な仕事、よし、高め高め高め、3はやらない3はやらない3はやらない、ドーン、よーし、関係ないね強引、全て強引、そうだね。はい、じゃあ3セット終わって800、このターンは868枚、まああわよくばリプさんが引っかかってる可能性がちょっとあるね。ほい、ああ、まあないね。さあまた仕切り直し、まあ仕切り直し、さっきの仕切り直しからだいぶ増えたね。お、逆回転した、おお、あ、これ当たってるっぽいね、軽くね、まあ当たったって決めてるけどさ、カモン、あ、当たった、119ゲーム、軽っ、ドン、はい終わり、296枚、ワンチャンあるね。おお、おお、なるほど、これ当たりだな多分、うん、え、これやっぱいい凱旋だよ。次143ゲームいや、これもなんか通常からっぽいんだよね。いや、これ低設定で俺こんな動きはしないと思うよ。はい、また1個取れた、
水ほまい、何なんだろうね。うん、212ゲーム、はい。さあ今日ほんと300枚よう超えるな。すげえなんかハマってる、まあ下手中飲まれたからなんだけどさ、ハマったなーって感じするけど、まだ178なんだよね、前のあたりから。いつものあのガーンと入れてバーンと出るだけの外線じゃないね。うん、わかんない。おー、189ゲーム。いやでも俺近く決めて、ここはさすがに頼む。あーやっぱそっちか。いやでも俺これ揃うと思うよ、行こう。よし来たよ、ついに SGG が念願の。落ち着きましょう。はい、こう189ゲーム SGG ね。どうしたっけ、まずメデューサに入れるとこからね。まあ赤7で延命しつつメデューサにぶち込んでブースターす。まあ1回巻き戻そう。よし、赤72個あったね。よし、これ戻しの一部で SGG 行くんだよね。あ、EX そうだね。え、おー、びっくりした、やめてくれよ。次でラスト頼むよ。あー終わった、2個か。まあいいでしょう、まあいいでしょう。やっぱ SGG 楽しいね。うん、いろんな妄想が膨らむね。はい、2個終わり。何らかの特殊抽選に当たってなければこれで終わりだね。ないね。今日こそは、今日こそはスンっていう、あのよくさドヤ顔とか言うけど、ドヤ顔じゃないもんね、大歓喜顔。やったーっつって。いやマジ、ほんと3箱目で揉めてるのがすごいわ。ずーっとプラス席だもん今。おっ、上がってるっぽいですな。なんだ、いいとこにいるのか。そうね、おお当たってた。いや今ずっと雷やってたから当たりました。375ゲーム。何で、いや明らかに天国とかで、あでも分かんない、ずっとキンキンしてたから準備とかにはいるかなぐらいしか思ってなかった。どう、いやこれやっぱ下じゃないわ。まあ、いかに剛腕といえどもこのハマらなさはやばい、うん、ただ今日本当に伸びないんだよね、少ないね。伸びないけどでも減らないね。こんだけ旗手でくれりゃ1回ぐらい気なら5連とかね、どっかでそう乗っけて。もしかしたら俺は今日引きが弱いんじゃないか。うおー、これは流れ的にゴッドだろ。これが凱旋プロです。よし、やった、今日も引いたよ。最後、こいつを伸ばそう。だからさ俺思うのがさ、 YouTube のコメントとかにさ入ってくるんだよ、
テサの動画見てゴート打ち始めましたみたいな、ごめんって思う。本当ダメな道に引きずり込んでごめんね。そう死んじゃうからねこの台、本当にね2、30万簡単に負けるからね。さあまあサッカーといきましょう。しかもチューリップ、ああ今日初の多分この動画公開された頃にさ兄さんからふざけんなってくると思う。人の金で収束させんなって自分の金になった瞬間今日超強い。これが哲くんの激アツメソッド、負けるだけは乗り移り負けろ。はい、おいっす、あと2発。さあラストいきましょうか。まあ目に見えてるラストだね。そうだね、おまけのループが欲しいけどある気配は1個もしてないね、うん、はい、見えてる分全部終わりです。おまけ頼みますよ。おおまけありそうだよ。終わった、よかった、嬉しい、ハッピネス、ハッピネス。じゃあ青になっちゃいな、ならない、そうだよね。さあ面白いおじさんさあおまけ2発目できればお願いします。ちょっと弱いね。ああ、おまけ1個で終わりだね。出ましたね。明らかに落ちたね。はい、やめましょう。ちょっとこの最後にさ、このグラフちょっと見てくれる。だまあだまあ、リプ7とかでガーって出て、このやっぱそのもみもみ目がこの実力よね。もんでゴッド、素晴らしいでございます。勝ちました。もうあの笑みがこぼれる。久しぶりに勝った俺マジで、本当にプライベートも含めたらシャキーンって。でもさ、俺 5.5 のこの番長はそんなに事故る台じゃないと思うんだよね。っていうかこの、あ、そうか、ヘッジが伸びてるね。あー、4とか4、6、ワンチャン6、これすごい。あ、モンってね、あのバケ超先行してるんだよ。ビッグ9のバケ14、モンデルモンデル、これが上がってんのか。なるほどね。あー、なるほどね、この上がり方そうだね、いいやつだ。窓曲げ窓つ、おお、角角さんか、まあ今禁止だった、ちょっと待ってね。あ、角山もプラスか、なるほどね。そっか、サラバン、あ、プラスか。え、これだって3500メガネ出てるよ。あ、まあそうだね、なんといっても北斗ですよ。転生がプラス、こっちも蒼天か、これ蒼天もプラス、トモプラス、シュラプラス、転生プラス、今日は北斗の日でございました。全然知らなかったあ、AO いいね。あー、なんかこうニュ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 っていいね。うん、でもだから 5.5 はね、出れば上だよ。凱旋とかは分かんないけどね。はい、お疲れ様です。実戦終了しました。超気持ちいい、何も言えねえっていうのが18話の、妖怪の名前です。超気持ちいい先出し、いやマジ超気持ちいい。こんだけまあ巻く、まあさすがに万枚は無理だったけど、だいぶ近づいたよ。今日収支いきましょうか。投資が1350枚で、回収がこちら、3769枚なので2419枚かな、まあ、約2500枚っていうと、今トータルがマイナ8000からスタートしたから、なんと5500まで減らしてるんだよ。ってことは残り2話、19話と20話節目まで5500なら余裕でいける。あの今日凱旋
まあ途中でまた前回と前回とか15枠とか同じ大移動したけど、2代目良かったですよね。なんか通常っぽいところからベシベシ当たるし、だからそれで現状維持しつつの、リプ7とかさゴッドとかでババって伸ばすっていう感じで、気づいたらだって1回のさ GG がめちゃめちゃ伸びたわけじゃないけどさ、気づいたらこの枚数があるからね。いや出れば6だよ、6ってことにしとこうぜ。なんかやっぱ信頼とか、ただ補強北斗だね。うん、ジュースロフト分かりやすいね。前回だって絆とさ窓マギ番長がさうわーって感じで、今日そこがまあパラチラホラだった代わりに北斗全まあ蒼天も含む、蒼天も北斗のうちで北斗シリーズなので、なんかまた次の収録とかで説明文かエンディングの方でスケジュールの、ワンゲームのホームページから見れるようになっているので、まあ、直近のスケジュールもしくは次回のケズナラモリ印材店さんのスケジュールとかもあるかもしれないんで、チェックしてくださいということで、まあ、次回、19回ですねも、ぜひご視聴よろしくお願いします。 YouTube の方はチャンネル登録、ニコニコ動画のご覧の方はフォローの方ぜひお願いします。動画が更新されたら通知がいきますんでね、よろしくお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。よし、何も言えねえ。 YouTube をご覧の皆様はチャンネル登録を、ニコニコ動画をご覧の皆様はフォローをお願いします。今後の撮影スケジュールについてはワンゲームホームページでチェック、画面下説明文のリンクから確認できます。実践中の声かけももちろん OK、 ぜひとも遊びにいらしてください。